ます若松兼重君公明党の若松兼重です質問に入る前に先ほど大使外務大臣から、えー、札幌自衛原発の状況をご説明いただきました私も1986年チェルノブイル原発の時にロンドンに勤務しておりまして大変なヨーロッパの,、まああのパニックの状況を経験しておりますぜひとも外務大臣さらには経産大臣も でおりますけれども、日本政府上げてですね、えー、悪化しないように最大の努力をお願いしたいと思います。でそれで質問に移らせていただきますが、実は、えー、もう一つの脅威が、えー、コロナウイルスであります。私はあの一ヶ月前、三回目のワクチン接種、えー、ファイザー・ファイザー・モデルナ。そして翌日、翌日、もう痛みとまあ疲労感で大変でした。毎回この接種でこの反応不反応を味わわなければならないと考えますと。 メッセンジャー RNA ワクチンの有効性は分かるんですが、多少減少すると言われているアストラゼネカ、波の有効性があれば、副反応が少なく、また日本の得意分野とする安全性の高い不活化ワクチンの国産をスピードアップすべきと本気で思いました。国内では明治製菓ファルマと MK バイオロジックスが、一昨年の国産ワクチン生産のための補助金を活用し、 年間5700万人分のパンデミックワクチンの制度設備を確保しておりまして、このグループの KD414 不活化ワクチン、これはの180例の第1、2、3臨床試験で、いわゆる39度以上の回復性、発熱が1件のみと、モデルナの場合は15.9%とありますので、まあ、データは少ないんですが、明らかに安全性は高いと思います。このよような不活化ワクチンもも成人用はもとより 承認やアレルギー体質免疫不全の方々へ早急に接種されることとが必要と考えます新しい薬事承認制度、や緊急承認制度が開始される前に、既存の条件付き、早期承認制度を迅速に活用し、副反応が少ない不活化ワクチンと、メッセンジャー RNA と別のアプローチによる新型コロナワクチンの開発、承認、接種を積極的に進めるべきであると思いますが、厚労大臣、いかがでしょうか。 後藤厚労大臣国内企業が開発するワクチンの早期実用化に向けては、臨床試験で十分な安全性、有効性が示された場合には、既存のあらゆる制度の活用を視野に、迅速に審査を行う方針でございます。<laughs> ましかしながら、まあ、ご指摘のワクチンを条件付き承認制度の対象とすることについては、あのワクチンの場合は、えー、例えば治療薬と異なりまして、健常者に投与する関係上、安全性の確認に一定以上の規模の臨床試験が必要であると考えられておりまして、まあ、慎重に検討する必要があると考えております。 なおこのことは、制度を導入した法改正の審議時における国会の付帯決議においても指摘されているところでございます。 また、その不活化ワクチンの接種に関する議論につきまして、有効性や安全性に加え、実用化の時期や供給可能量を見据えながら、検討を進めるべきものと考えておりまして、それらの点について、企業からも話を聞いているわけでございます。いずれにしても、まずは早期の実用化を目指すことが重要でありまして、新型コロナワクチンの開発に取り組む国内企業に対しては、 あ生産体制の整備への補助や有効性を検証する試験の実施費用に対する補助を行ってきております引き続き国内企業が開発するワクチンを支援してまいりたいというふうに考えております 若松金重君先ほどの国会の付帯決議は、令和元年11月ですから、現在と全く違います。そこも含めて、迅速な対応を期待しております。それでは次の質問ですが、あの資料1をご覧ください。人間の活動によって解出される温室効果ガスの量でありますが、これはビル・ゲイツ氏の著書でありますけど、もを作る31%、電気を使う27%、これ、要はですね、 現在のいわゆるカーボンニュートラルのエネルギー政策だけでは、温室効果ガス排出が削減は56%までが限界だと言われております。資料に見ていただきますと、そのためにですねエネルギー循環だけではなくて、ものの循環等の再構築、いわゆるデジタルトランスフォーメーションからグリーントランスフォーメーション型のサーキュラーエコノミー、 の推進がが必要でであありりままししてて廃棄物を徹底して削減すすることが大事でありますちなみに私のこのネクタイは60%、えー、ケミカルのリサイクルであります、えー。そういうことで、じゃあ具体的にこの資料3を見ていただきますと、えー、日本の鉄鋼循環図でありますけど、大量の鉄鉱石と原料炭が輸入されまして、その後はかなり循環されている様子が、 お分かりりになりますでこの図で明らかなのはです、ね、ちょうど下,り下からあの左目ぐらいですけれども、素行生産に使われる天炉ですね、天炉が、えー、再エネ、水素使用の電炉に切り替えれば、えー、模範的なサーキュラーエコノミーモデルとなりますので、まず天炉で鉄を作る場合の、ね、CO2 排出量は何トンであり、今後どのように削減、えー、させていきますか、計算大臣お願いします。 萩生田経産大臣え先生ご指摘の、天路のプロセスでは、鉄鋼業全体で約470万トンの CO2 が排出されております。MI、えー、工程である、えー、航路プロセスと合わせると、約8900万トンの CO2 が発生していることになります。我が国は2050年にカーボンニュートラルを実現するため、さまざまな製品のサプライチェーンの上流に位置する鉄鋼業における CO2 の削減は喫緊の課題です。 政府としては2兆円のグリーンイノベーション基金を活用して、石炭を使わない水素による鉄鉱石の還元技術ですとか、今ご指摘のあったスクラップの再利用ですとか、不純物を除去するための技術ですとか、脱炭素実現や資源循環のための技術開発支援を行っているところです。この分野における脱炭素技術は未確立な部分が多く、中長期的な取り組みが必要であるため、引き続き官民でしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 このような鉄鋼の循環モデルをです、ね、車や建物と全産業に拡張し、脱酸素循環型社会を推進するための象徴横断的なサーキュラーエコノミーの協議会事務局等の組織が必要と考えますが、いかがでしょうか。萩生田経産大臣 先生ご指摘のとおり、鉄鋼業においては、発生するスクラップのほとんどを鉄鋼原料として再利用しており、サーキュラーエコノミーを積極的に推進していると承知しております。経産省としては、こうした取り組みを他の産業にも広げていくことが重要であると考えており、2020年5月には、循環経済ビジョン2020を策定し、製品の長寿命化やシェアリングサービスなど、循環性の高いビジネスモデルの構築や、 環境負荷の低い製品の率先購入などのサーキュラーエコノミーへの移行に向けた基本的な方向性を提示し官民の取り組みを推進してまいりました引き続き環境省をはじめとする他省庁と連携しつつ経産省としてもグリーンイノベーション基金において資源循環に資する研究開発要素を盛り込むなど率先してサーキュラーエコノミーの推進に取り組んでまいりたいと思います和松金茂君厚労大臣はあの退席した結構です 後藤厚労大臣に対しされて結構でございます。はい。若松金重君。えっとデジタル庁にお伺いします。あの先日の熊谷委員がですねベンダーロックインの質問がありましたので、私はあのデジタル田園都市国家構想に対してのベンダーロックインについて質問いたします。でこのデジタル田園都市国家構想の中核事業これはまさに地域主導市民主導のデータ駆動型。 スマートシティプロジェクトと総理も答弁されておりまして、その中核のプラットフォームは、都市 OS やデータ連携基盤であります。この都市 OS 等が新たなベンダーロックを生まないために、デジタル庁はどのような対策を進めていますか牧島かれんデジタル大臣。 デジタル田園都市国家構想実現にあたっては、誰もがどこに暮らしていてもデジタル化の恩恵を受けられるよう、生活全体のデジタル実装に必要なデータ連携の基盤を構築してまいります。その中核となるデータ連携基盤の調達運用において、デジタル原則に基づくオープンなデータ連携基盤となるよう、国がブローカーと呼ばれるデータ連携基盤のコアの部品を一括して開発し、 地域に無償で提供するとともにそれを用いて構築したデータ連携基盤には API の公開を求めていくこととしていますのこのように国が中核となる機能を提供するとともにオープンかつ相互連携を前提としたデータ連携基盤の構築を支援していくことによってベンダーロックインを抑止する取り組みを進めてまいりたいと考えております長<上>赤松金茂君デジタル担当大臣と総務大臣お伺いします 結局このデジタルロックイン、デジタル庁はしっかりしていると、だけれども自治体、特に大規模自治体で、いわゆる業者から出向されている無償でもありますと、これがロックインです。これをやはりデジタル庁が策定したベンダー規制をです、ね、自治体に広げていったらどうかと考えます。併せて総務大臣はです、ね、このベンダー規制を自治体に広げるに当たりましては、自治体との連絡調整を、皆、総務省もしっかり対応していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 松島デジタル大臣デジタル庁では、民間人材を多く登用している実態に鑑みて、調達の公平性を確保するため、調達に関与する職員の兼業先等企業およびその親会社、子会社は原則として、当該調達案件への参加を禁止すると、独自のルールを設けております。このルールーについては デジタル庁における運用実績を積み重ねた後、必要に応じて関係省庁への拡大について、検討することとしておりますで。その中で自治体への拡大についても、総務省と連携しつつ検討を行うことで、調達の公平性確保に向けて取り組んでまいりたいと考えております金子康史総務大臣。お答え申し上げます。 総務省としてもですね、かねてから、ベンダーロックインによる弊害を開始することは重要と考えております。若松委員ご指摘のとおり、調達に関与する職員の兼業先等の企業について、原則として当該調達案件への参加を禁止するといったデジタル庁における取り組みを 自治体にも参考にしていただくことは大変有益だと考えております。デジタル庁と連携をいたしまして、自治体への周知を行うなど、自治体の調達に係る競争環境の適切な確保を図ってまいります若松亀茂す次に、福島国際研究教育機構について、岸田総理は自らがリーダーシップを発揮していくと答弁をしております。 まさにこの予算に関し等に関して、復興庁が主体的に強いリーダーシップを発揮することが大事だと、えー、考えております。それを明確にするために、7点質問いたします。1点目は、機構の施設の建設スケジュール。2点目は、産業化や人材育成機能の具体化。3点目は、研究者を引きつける世界最先端の研究環境や処遇、条件をいかに整備するか。4点目は、法人の理事長選定に向けての考え方。5点目は、研究内容。 6点目は大学や他の研究機関の研究者等の参画をどう確保していくか、7点目は、研究開発基本計画で規定する研究分野、いわゆる新産業創出等研究開発等、福島イノベーションコースト構想の重点分野との関係であります。以上、7点、よろしくお願いいたします西目幸三郎復興大臣、えー。若松委員にお答えいたします。えー 順不動になるかもししれまませんが7項目をお答えいたします、えー、福島国際研究教育機構は創造的復興の中核拠点として福島をはじめ東北の復興に向けた夢や希望となるとと,ともに我が国の科学技術力産業競争力の強化にも資するものとすることが重要と考えております。機構ににおける研究につきましては 岸田総理から関係大臣に対して、国の内外に誇れる研究テーマの具体化を指示されており、現在、ロボットや農林水産業など、5つの研究分野について、福島の中長期の課題の解決、ひいては世界共通の課題の解決に資する研究テーマを打ち出すことができるよう、検討を進めております。これらの研究を担う 研究者等につきましては、令和4年度から実施することを予定している先行プロジェクト等を通じて、参画をお願いしてまいりたいと考えております。併せまして、最先端の研究を支える研究設備の設置や、国際的に優れた能力を有する人材を確保する必要性を考慮した処遇、人事制度、 を整備すること等により魅力ある研究環境の整備に取り組んでまいりたいと考えておりますまた機構は研究開発に加え福島浜通り地域に整備する実証フィールドの活用や研究開発の成果の活用を通じた産業化の取り組み連携大学院制度等を活用した 人材育成の取りり組みも行うこととしておりますさらに機構は、福島に立地している研究施設等の取り組みについて、横串を指す司令塔としての役割を有することとしており、福島県や大学その他の研究機関等で構成する協議会を組織し、 イノベーション・コースト構想の重点6分野の取り組み等とも連携調整を行いながら、研究開発の取り組みを進めることとしております。これらの取り組みを担う理事長につきましては、優秀な研究者を集めることができ、かつ福島浜通り地域等の振興に結びつく産・学・官連携を進めるため、 気候の趣旨を深く理解していただいた上で、マネジメント能力が高く、高度な科学技術の知見を有するものを選定してまいりたいと考えております。最後に具体的な施設整備のスケジュールにつきましては、今年度内に策定を予定している基本構想を踏まえ、検討してまいります。こうした観点を踏まえ、気候が世界の課題解決にも 貢献するものとなるよう基本構想の策定等に向けて復興庁が中心になって関係省庁が一丸となり引き続き全力で取り組んでまいります若松金繁君、はい、よろしくお願いいたします、えー、会計検査院の現在の検査の観点ですがまあ、正確性合規性と五つありましていずれも重要な検査アプローチであります近年の企業監査で一般的な 発見見より予防を重視するリスクアプローチの観点は見られません今後の会計検査の在り方として、リスクアプローチを採用し、政府の誤ビ不祥事の可能性を縮小できるよう、行政の問題点の未然防止に役立つ監査をすべきと考えますが、いかがでしょうか森田雄二会計検査院委員長。 会計検査院は、会計検査院法に基づき、多角的な観点から検査を行っており、まあ、検査の結果、違法、不当と認める場合には、まあ、個別に不当事項として指摘するとともにです、ね、それにとどまらず、えー、事態の発生原因を分析するなどして、えー、同法34条または36条の規定で、あの制度の改善ですね、制度等の改善を図るよう、意見を表示したり、処置を要求したりなどして、検査対象機関における不適切な事態の発生防止、 等を図っていいるところでございます会計検査院が毎年次定め、公表している会計検査の基本方針においてもです、ね、検査対象機関における内部統制の実効性というものに十分注意するとともに、留意するとともに、内部統制がまあ十分に機能して、会計経緯の適正性の確保等が図られるよう、必要に応じて内部統制の改善を求めるなど、適切な取り組みを行うことなどとしております。 まあ、そして会計検査の基本方針に基づき、会計えー、検査対象機関の事務、事業の予算等の規模や内容、内部統制の状況、過去の検査の状況や結果などを十分勘案して、どのようなところにリスクがあるのかということについても留意して、検査場の重点項目を設定するなどして、検査計画を策定し、検査を実施しております。 まあ例えばですね、令和2年度決算の検査報告では、新型コロナウイルス感染症対策関係経費等に関する検査の結果を複数報告をしておりますが、これらの検査に当たりましては、各事業等の緊急性、あるいは予算規模、事業の新規性、特殊性などを勘案して、そのような事業等における潜在的なリスクの所在等にも留意をして、 早期に検査を行い、今後も実施される事業等の執行にあたり、留意をすべき点などについて報告をしたところです。そして検査報告の内容を広く周知するなどにより、検査対象機関において指摘を受けた事業等に限らず、その内容、種類、執行手段等が類似の事業等についても潜在的なリスクがあること、 これを認識するとともに、そのようなリスクを踏まえつつ、各事業等における今後の同種事態の発生防止に取り組んでいただくと、そういうことが、まあ、ご質問の行政における問題を未然に防ぐことにつながっていくんだというふうに考えております。会計検査院といたしましては、今後とも、国会でのご議論や、まあ、委員の問題意識などを踏まえつつ、リスクの所在等にも留意して、事務事業の執行の改善につながるような効率的、効果的な 検査の実施に留意してまいりたいと考えております委員長若松兼重君。今の会計検査委員長から答弁がありましたが、会計検査の指摘を受けた事態が、他の事業においても起こりうる潜在的なリスクのも無を検討し、その対応策を根じることによって、行政における問題を未然に防ぐことができるということで、財務大臣にお伺いしたいんですが、例えば先ほど、委員長もおっしゃられました まあ、あの今回の検査報告にあったコロナ対策、まあ、特に非常にこの、えー、大変な今状況でありますので、この審査、事前審査の時間が十分取れない、しかし緊急の給付事業、融資事業ということで、もし不適正な給付申請のリスクがあれば、それは給付はまず迅速にやると、だけど、その効果を事後、チェックを実施するために、 効果的にやるために、必要な申請者の情報収集、事後チェック体制を前に整備していくと、これが大事じゃないかと、そういうことで、ぜひとも、えー、今の会計検査委員長の,です、ねえー、あの説明を対して、えー、財務省としても予算書等にこういったリスクを表示して、で予算の査定、さらに国会での審議等に役立つように改善していただきたいんですが、いかがでしょうか鈴木俊一財務大臣。 あの予算の PDCA サイクルの観点から、えー、会計検査院の検査報告を翌年度以降の予算編成等に適切に反映して、予算の効率化、ひいては財政健全化につなげていくことは大変重要なことだと思います。えー、ただいまの先生のご指摘も踏まえ、また会計検査院のいろいろな指摘も踏まええー、しっかりと対応していきたいと思います。ありがとうございました 以上で若松兼重君の質疑は終了いたしました。次に、八倉勝男君の質疑を行います。